トーマー、怒らないからおとなしく白状するんだよ。もう怒ってるじゃないか、勘弁してくれ。はあ、何やってんだか。上条さんも大変そうですね。お姉さま、ただいま戻りましたわ。美坂さん、サテイさん、お待たせしました。おう、2人ともお帰り。私たちがいない間何かありました？何もなかったよ。強いて言うなら、さっきまで上条さんがここにいたことくらいかな。あの類人猿がここに？一体何をしに来たというんですの？まさか1周年記念なのをいいことにお姉様にナンパを？だとしたらあの類人猿、今日こそとっちめてやりますわ。いやいや、あんたじゃないんだから。そんなことしてないわよ。それより限定パフェ食べに行くんでしょ？だったらなくなる前に行かないと。それもそうですわね。では早速参りましょうか。パフェパフェ。美坂さん、よかったんですか？上条さん放っておいて。あの解消なしはちょっと痛い目に遭うくらいがちょうどいいのよ。なんとか逃げ切れたか。なんだ、誰かに追い回されていたのか。まったく、記念日でも騒がしいやつだな、お前は。いつも騒がしいからこその上条トーマって気もしますけどね。バードウェイにレッサー、なんでお前らがこんなとこに。おいおい、1周年記念だっていうのに仲間外れか。悲しいこと言ってくれるじゃないか。私たちにも学園都市から1周年記念のチケットが送られてきたんですよ。魔術側の私たちにも送ってくれるなんて、学園都市は太っ腹ですよね。なるほど、それでここにいたのか。ついでに1周年記念で厄介事も起こらないと思ってな。こんな機会めったにないと思ってお前に会いに来たんだ。私も絶好のチャンスだと思って今日こそは籠絡してやろうと水着で会いに来ました。そういうわけだ。ついでに様々な事件を解決した功労者にサービスをしてやろう。バードウェイさん、いきなり腕なんて掴んで何をする気ですか。サービスすると言っただろ。どうだ、私の水着姿を間近で見た感想は。バードウェイの水着姿、ちょっと、都合のいい時だけ出れないでくださいよ。それにセクシー担当は私です。こういうのは私がやるべきです。レッサーさん、対抗して腕を掴まなくてもよくないですか。セクシー担当だと？そういうことは一度でも小僧を発情させてから言うんだな。少なくともあなたよりは私の方が興奮させられると思いますよ。何せ私はトランジスタグラマーですからね。あなたのようなぺったんことは違うんです。なんだと？おい、どうなんだ小僧、私とあいつどっちの方が興奮するんだ。興奮とかそんなこと言えるわけないだろう。トーマー、何をしているのかな。インデックス、違うんだ。これはまだ話の途中だっていうのに、逃げただけじゃなくいつの間にか女の子を両脇にはべらして、もう怒ったんだよ。二人ともそのままトーマを押さえてるんだよ。バードウェイ、頼む話してくれ。悪いな小僧、この腕は感想を聞くまで話せない魔術がかかってるんだ。そんな魔術あるか。レッサー、ごめんなさい、私の腕には相手をメロメロにするまで離れられない魔術が。お前もか。つうかお前が掴んでるのは右腕だろう。そんな魔術があったら消し飛ばしてるよ。トーマー、
待ってくれインデックス、少し話を。問答無用